どうもこんにちは、レオナルド・セトプリオです。今僕はものすごく変な目で見られています。さあ早速ボイスチェックしてみよう。今人が来てる、ちょうど人が来てる。クオルバーブン準備。よし、診断できた。レベル7、活力が足りないな。活力は音量が足りなかったみたいだ。じゃあ今度は覚えていってみよう。レベル10を目標にしている俺は、人がなるべく来ない時を狙わないと変人だと思われてしまうぞ。やばい、人が来てるぞ。大きくクオルバーブン準備。今女の人が通った。横目で俺を見て、見てはいけないものを見たような顔をして去っていった。レベル6、下がった。おい、ちょっと待て、色気が1じゃないか。色気がない。なるほど、色気っていうのは低音成分だ。音は大きく出したけど低音が足りなかった。だからものすごく低い声で俺は言う。じゃあもう一回、低い音で大きな声で。よし、来た。人も誰もいないぞ。よし、行くぞ。クロールバーブンズルブルーレスチカタス。よし、これでどれぐらいいけるかな。これはいったろ。レベル5。あれ、なんか色気1になっちゃったな。情熱も足りねえし、切れ味も足んねえし、もうボロボロじゃないか俺。情熱は音程、切れ味は発音の明瞭さ。音程ってなんだ。そうだ、ディカプリオのお手本を聞いてみればいいんだ。あー、わかった。コールバーボン準備。わかった、やってやろう。子供が来た。今子供が俺の目の前にいる。まあ俺は変なおじさんにしか見えないだろう。32歳のおじさんが公園でカメラを立ててマイクつないで低い声で喋ってるんだ。こんな怪しいおじさんいないだろう。よし、電話。ちょっと待て、人がいっぱい来た。人がいっぱい来たぞ。まあいい、かけよう。ディカプリオっぽくやればいいんだ。早くしてくれ。よし、来た。クオルバーブン準備。行ったろ、これ行ったろ。おい、なんでだよこれ。蚊がいるし。なんでだこれ、まだ7だよ。レベル7だよ。うわ、情熱が全くなかったな今度は。これどうしたらいいんだこれ。全然ダメだな俺、レベル7までしか行かねえな。よし、もう最後に、これずっとやってたって仕方ねえから、もう一発でもうレベル10行く。どうしたらいいかっていうのはもう考えちゃダメなんだ。もうディカプリオになりきるしかないんだ。よし、最後の挑戦だ。行ってみよう。ラストチャレンジ。もう全力を出す。人見てるとか関係ない。全力を出す、俺は。ちょっとおじさんが来た。いい、おじさんなんか関係ない。ああ、早くしてくれ。人が来ている。わかったから。おじさん来てるよ。恥ずかしいよ。恥ずかしいんだ。恥ずかしがらずって言われても恥ずかしいんだ。ああ、ちょうどおじさん目の前のとこだな。ちょっと無理だ。あ、すいません。ちょっと無理です。無理です、すいません。いいねって言われちゃった。完全におじさんが今俺の目の前ずっと見てたから、これちょっとさすが無理でした。すいません。これでも一応点数出してくれんだね。あー、レベル5でしたね。よし、誰もいなくなった。この隙に行くぞ。今人が来てないから、早く電話するから。全力出す。もうディカプリオだから、俺ディカプリオだから、セトプリオだから。よし来い。後ろにも人がいた。これ言ったろ、レベル6。ダメだな、俺完全変なやつだな。なんか中途半端だな。あー、色気も情熱も1だ。もうダメだ、これ全然ダメだ。くそ。
リベンジだ。なんか最後の1回がなんかちょっと自分を出し切れてなかった感じがして、ここならちょっと大声出せるかなと思って。もう大声出せばいいってもんじゃないんだけど、最後の一発いかしてください。よし、すべてを出すぞ。このバーバン、ズームプレゼンです。レベル6。難しいな。本気でちょっとやります。今までちょっと大声出しちゃいいみたいな感じになってましたけど、マジでやります。いきます。クールバーボン、ジンビーム、これ言ったんじゃないかな、俺これ言ったんじゃないかな。あれ31,554、プチ映画評論家級。あー、もうこれはやめとけってことだね。これやめとけってことだね。いやー、もうこれで終わりです。終わりにします。諦めた。はい、というわけで何でも挑戦してまいりました。今可愛いお姉さんが僕の方を横目で見て去っていった。じゃあそんなことどうでもいいんだ。クールバーボンボイスチェッカー、何度も挑戦してまいりましたが、私レオナルド・セトプリオ、ディカプリオに乾杯です。負けました。クールバーボンプー。